私、J スイートリーダーの上原萌と申します。よろしくお願いします。まず、J スイートとは、理工系女性研究者の育成を目的とした女子学生によって構成されているチームとなっております。えー、現在は、えー、理工学部、生物資源産業学部の、えー、大学院生学部生での女子学生で、あのー、構成されており、私がちょうど大学1年生の頃の2020年に、青サポートセンターの 人材育成事業として設立されました。で、えっと、この J スイートの目的といたしましては、えやっぱ、あの、理、理工学部はまだ、あの、女子生徒が少ないっていう現状がありますので、そういった、えっと、理系女子同士の、え縦のつながり、横のつながりといったネットワークの構築であったりとか、え女性特有の悩みの共有であったりとか、あの、自らの進学やキャリア形成を考える、 えー、場所づくりとして、えっ、ー、と、行っております。これまでに、えっ、ー、と、活動してきた取り組みとしては、えっ、ー、と、履修相談会やお悩み相談会とは、えっ、ー、と、実際に、えっ、ー、と、他の企業さんで働いていらっしゃる女性研究者の方との、えー、交流会であったりとか、えー、昨年度からは、上三寺祭が開催されるようになりましたので、えー、とそちらで、 と自分たちの学部を知ってもらおう、自分たちの,この J スイートの活動を知ってもらおうということで、と上三寺麻雀へ参加して、えー、実験教室などを行っていたり、あとは、えー、日経スチームへの参加を行い、自分たちが発表する側や、えー、高校生をサポートするチアーズとしても参加してみました。またその他にも、えー、とコスタリカの工科大学 とのオンライン交流会を行い、とコスタリカの発表をしたりあ、聞いたり、自分たちで徳島大学や徳島についての発表をしたり、えー、しました。でその中で、コスタリカの教育水準が高いっていうことを学びましたし、とコスタリカにも自分たちと同じような、あのー、活動をしているさ、えっと、チームがあるっていうのを知って、とより、なんだろう、自分たちも 頑張っていこうというふうなあのお互いを高め合える会となりました。えー、また、えーと、徳島市長とも、えー、昨年度会談させていただき、えー、自分たちの活動報告やと、自分たちがどういう気持ちでやっているのかっていう話をし、と市長からはと自分がどんなことをしてきたかとか、と徳島駅前の活性化に、えーと こういうのができないかっていうふうなお話をしたり、あとは、えっと他の学校へ出張、えー、出張実験教室みたいなのはできないのかみたいなあの、いろんな提案やお話をさせていく機会となり、すごい勉強になりました。えー、今年度は、えっと、主にこのような日程であの取り組みを行い、現在のメンバーでは理工学部が大学院を含め17名。 生物資源産業学部が4名の、計21名で、えっと、構成されています。えー、5月、10月の学期が始まるときには、履修相談会や、えっと、J スイートメンバーの募集を行い、7月、日経スチームにチェアーズとして参加、8月は、えー、理系、理工学部のオープンキャンパスの力助ブースとして参加し、発表しました。 また、9月には、大阪公立大学の、えっと、同じような理系女子大学院生チームのアイリスとのオンライン交流会も行いました。で、また、1一月には、あ、十月には、えー、上三寺麻雀で、えー、サイエンスキャンパスを実施したり、11月には女性エンジニアでもの講演会も実施いたしました。こちらは実際に、えっと、オープンキャンパスや夢ナビライブをしている様子なのですが、と、 オープンキャンパスの方では自分たちがどういった大学生活を送っているかとかと理系女子としての悩みとしてよくあるのがと女子が少なくてと上手に学べるのかなっていうようなあの不安がある子が多いんですけどそういった話もしたりとかをしました。 でまた、常産地毛祭のサイエンスキャンパスは2日間で約60組の方にお越しいただきました。今回は冷却回路という、えっと、ものを冷たくなる、えっと、回路を作ってもらって、えっと、皆さんに体験してもらうっていうふうなことをしました。かなりあの反響がよく、えっと、こういうことができるなんて知らなかった、身の回りのものでこんなことができるんだっていうふうな、えっと、意見も感想もいただきました。 えー私,えー、私が特にこのジスイートに入っていて、あの、とてもいいな、魅力だなって思うのは、理系女子学生との交流と成長できる場所だなって思うところです。えー、私自身、えー、理系女子、私の学部はまだ女子が多いのですが、それでも他の学部のことについて知らなかったりでと、 とか他の学部の女子が少ないということを知るきっかけにもなりましたしそこで交流をすることもできましたしまた、えー、中高生との交流会、えー、女性研究者との交流会をふ、あのー、踏まえ通して私自身が何をしたいのかここで何を学びたいのか今後どうしていきたいのかというようなことについて考えキャリア形成を行うきっかけにもなりました。 またあの2020年2021年は、えっと、対面での活動ができずオンラインばかりで少しもどかしい気持ちもありましたけれどもあのそこでも先輩,の先輩との交流会や、えー、オンラインを逆に利用して海外との交流を行うことで、えっと、自分の知識や交流を深めることができ、えー、対面ができるようになるとやってみたい気 企画がどんどん増えていきそれを実践することもできるようになりました私はこの活動を振り返って学部を超えた交流ができたことやスキルアップの、えー、ときっかけ作りであったり自分の先ほども申しましたようにキャリア形成のきっかけ作りができたというのは本当によかったなっていう参加してよかった今度もっといろんな人に参加してもらいたいっていうふうに思うような思うようになりました最後に あの、現在は J3 の4期生になるのですが、来年、えー、今年度末から第5期生を募集するように予定しております。と、になりますので、皆さんご協力よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。